はい、どうも、一般人です。いやね、ワクチンがね、どんどん打ち始まってますが、今回はね、ワクチン接種時に気をつけることね、なんかネットで調べた範囲でね、お伝えしたいと思います。まあ、調べた範囲なんですけど、とりあえずね、今一応ね、ネットとかでちょっといろいろ調べてたんですが、やっぱりね、体調がね、悪いときは、無理してワクチンをね、受けに行く必要はね、ないようです。っていうか、行かない方がいいみたいですね。率でアナフィラキシーショックっていうのにね、なるみたいです。免疫のね、過剰反応ということで、まあ、俺もね、花粉症という ちょっとね、アレルギー反応がね、起こってるけど、こういうあれと同じかもしれないね。もう、すぐね、隣に俺のアレルギー反応が起こる草むらがね、雑草がボーボー生えてんだよね、ボーボー。その花粉がね、めっちゃ飛んできてね、もう目はかゆいし、喉はかゆいし、鼻水は出るし、っていう感じなんですが、まあ熱はないんですけどね。こういう反応は多分、アナフィラキシーっていうのも、免疫の過剰反応だからね。とりあえず、これはこれで、まああれなんですが、というわけで、ちょっとね、あとね、やっぱり、ワクチンとかの接種量あるじゃないですか。あれ、基本的にね、外人の、まあ、体重90キロぐらいのね、計算で、量がね、決められてるみたいなんですよね。というわけで、まあ、日本人で体重90キロ、まあ、俺結構、アメリカ人体型ぐらいの体重なんでね、俺は大丈夫だと思うんだけど、結構ね、体重が軽い人とかは、そのワクチン打った時のね、副反応が出やすいかもしれないんでね、その辺も注意していった方がいいかと思います。もうちょっとすればね、多分ね、適切なワクチン接種量とかも少し微調整するのかもわかんないんでね、もうちょっと待ってもいいかもしれない。あんまり感染が広がってないところはね、まあ感染が結構ね、もう広がっちゃって、いつ感染するか分かんないっていう人は、どんどんね、打ってった方がいいのかな。わ かんないけど。とりあえず、あとは、まあ、半袖で行くっていうのはね、当然、あれみたいなんですが。結構ね、アナフィラキシーショックを起きてるのは、4割はね、なんか40代が多いらしいね。なんで、俺とかね、もう40代なんで、アナフィラキシー、この花粉が出てる時点でね、俺も出やすいのかなと思うんで、ちょっとね、慎重に行こうかと思います。とりあえず、花粉症治ってからだね、俺が行くのは。だって、花粉症で、さらにアナフィラキシーでなったら、ちょっとね、やばい、やばい、ダブルパンチになっちゃうからね。喉が痒いんですよね、目も痒いし。というわけで皆さんもね、体調に十分配慮してワクチンを打ちに行きましょう。まあでもね、予約してるからっつって、もう次の予約いつ取れるかわからないから、ちょっとぐらい無理して行っちゃおうかなっていう方いたら、やめといた方がいいかもしれない。万全な状態になってから、無理せず、行って、体調が悪い時は、容赦なくキャンセルした方がよろしいかと思います。じゃあまた会いましょう。バイバイ。この辺はいつ頃打てるのかな。打っていいのかどうかもね、ちょっと後で聞いてきます。それでは。